Hello, Bergmi! ごっすーさよ。今日は、皆さんにインスタグラムの、私がフォローしているインスタグラムのおすすめの人を3つ紹介したいと思います。まず1人目は彼女、ブリタニー・エチサビアなんですけど、すごく彼女はこうファッショナブルで、こう古着のお洋服から結構エレガントなお洋服まで全てをこう着こなすので、とってもいつも私のファッションのコーディネートの参考になってます。で、すごく可愛いのがメイクもすごくバッチリいつもこだわっていて、あとはヘアピン、ヘアアクセとかもすごい、アクセサリー、ヘアピンとかもすごいこだわってるので、すごく可愛いです。あとは写真もなんかすごくね、ファッショナブルな写真がすごく多いので、とってもおすすめです。皆さんチェックしてみてください。彼女はすごくメイクの動画が可愛くって、いつもフェイス、チークス、ブラウスとリップスっていう、なんか全部種類分けていろいろ見せてくれるので、すごい参考になります。こうパリのすごい可愛い景色とともにいつも写真に写ってるので、すごい素敵だなと思いながら見てます。結構これを見ながら、あ、新作のリップがこういう色なんだなとかチェックして、なんかすごいいいかもしれないと思ったら買いに行ったりとかする感じでいつもチェックしてます。最後は、テイラー・ラシェイっていう女の子で、この子もパリの子なんですけど、すごく写真が可愛くて、白黒の写真とかですごくこう昔のパリのファッションフォトっていう感じの雰囲気がすごく伝わってきて、いつも写真見てると楽しくなってる。こういうなんか写真が、フィルムの写真とかがすごく可愛いので、なんかこういう感じで私も写真撮りたいなと思いながらいつも見てたりします。すごいね、ショートカット、彼女のすごいトレンドのヘアカットがあって、いつか私もすごいやってみたいなと思っていつも見てるんですけど、すごく可愛いのでファッションも参考になってとても素敵です。チェックしてください。